三国河丘駅及び三国河丘駅は大阪府堺市堺区向き、両中町二町にある南海電気鉄道、西日本旅客鉄道の駅である。正式な駅名表記は南海は三国河丘、JR が三国河丘とされている。駅番号は南海電気鉄道が NK57、JR 西日本が JRR29。駅名は摂津国。 河内国、泉国三国の国境の丘の井で、東駅北方に鎮座する、片田貝神社が、かつての国境だった。南海電気鉄道の高野線と、JR 西日本の阪和線が接続する。乗り継ぎ客が多い。南海の駅は、ピタッパ。JR 西日本の駅は、伊コーの、利用エリアに含まれている。南海の駅は、堺東駅が、JR の駅は、 堺市駅が管理している。2011年4月から南海電気鉄道は南海商事と共同で三国川丘駅改良事業を進めてきた。東西自由通路の整備、駅舎の強常化、商業施設のリニューアルに加え、JR 西日本の駅部分も含めた構内構造の変更などの工事が行われてきたが、2013年9月7日に東西自由通路と 京城駅舎が完成。商業施設は2014年4月16日、N クラス三国が丘として一部店舗が先行を開業した。同年5月29日には新たに4店舗が開業し、グランドオープンした。屋上には眺望デッキやトレインビューを設けた公園三国広場を設置している。プラットホームは相対式ホーム2面2線を有する地上駅で、 有効庁は重量編成分。改札口と切符売り場は、京城駅車内に一箇所を設けている。かつては、JR との乗り換え改札を併設した北口と大仙両古墳側に位置する西口の二箇所を設けていた。2011年から始まった京城駅車加工事に伴い、2012年にエレベーターとホーム間通路部分が、 供用開始され、2012年11月には上下ホームの連絡通路が階段を含め完成した。2013年9月7日に、京城駅舎が完成すると同時に、従来の改札口は両社とも廃止され駅舎内の一箇所に統括された。改装前のホーム総合間は連絡地下道で結ばれていたが、現在は埋め立てられ、かつての階段部には待合室が設けられている。 同年5月29日には、駅中商業施設の N クラス三国が丘が開業した。便所は、京上駅舎に設置されており、男女別の推薦式で多機能トイレも設置されている。駅名標は2013年9月6日まで、他駅のように、ローマ字表記がなされるべき場所に、当該表示はなく、下部に、半和線の理解と書かれていた。現在は、新デザインに更新され、 多駅同様ローマ字表記となっている。下りホームには安ど式の簡易な発車表があり、次に来る電車が境東駅を発車後に通過、北野田方面、仙北泉川方面のいずれかが表示されていた。2013年9月7日に改装工事が始まり、発車表は小型な LED 式のものに交換され、上りホームにも同型の発車表が新設された。 下りホーム側の表示内容は変わらず、新設の上りホーム側は、電車の接近と通過のみを知らせるものであった。同時に、自動案内放送が更新され、番線にから番乗り場にへ、足元の白線までから、黄色の展示タイルまでに、また言い回しが、いたしますから、しますに変更された。2016年12月20日には、 従来の LED 式から詳細型の LCD 式ディスプレイに交換された。列車種別や発車時刻、通過列車の通過時刻などが表示されるようになり、それと同時に自動案内放送も更新され、一番乗り場の列車到着時に北の大方面行きは、戦北線内への各駅には止まりませんので、ご注意ください。いや、泉中央行きは、高野山方面への 各駅には止まりませんので、ご注意ください。などの放送が流れるようになった。しかし、2番乗り場の列車は、準急行も含めすべて、ただいま到着の電車は、何ンバ駅です。都市かアナウンスされず5乗などが問題視されたため、2017年10月に、種別、停車駅案内と、英語放送を追加した、新規収録の自動案内放送に更新された。 乗り場内海港野線、プラットホームプラットホームは、掘り割り部分に、相対式ホーム2面2線を有する駅で有効長は8両、編成分がある。いずれも分岐器のない防線駅の構造であるが、踏切長時間明動対策のために、駅前後の信号機が絶対信号機に変更された、ため、停留所ではない。朝ラッシュ時の混雑が激しいため、2007年9月に、 上りホームの境石寄りの部分の拡幅が行われた。またバリアフリー対応として上下ホームとも下り側でエレベーター設置工事が行われ、2008年12月20日よりエレベーターの使用を開始した。東口にある自動券売機は、かつては南海型のものと JR 型のものが併設されていたが、2013年9月7日からは改札が分離されたため、 東口の南海型の自動券売機は JR 型のものに取り替えられた。JR 用の出発窓口及び緑の窓口はないが2014年5月26日から東口に緑の券売機プラスが設置された。2014年1月に南海への乗り換え改札口があった場所に男女別の便所が設置され、通路を挟んだ向かい側に多機能トイレが新設された。 乗り場 JR 半和線プラットフォーム半和線は、すべての快速列車が当駅に停車しているが、1999年5月9日、までは、区間快速と普通のみ停車しており、区間快速が運転されない夕方以降を中心に、普通が激しく混雑し、天王寺駅、大鳥駅間で遅延が状態化していた。そこで、翌十日の改正で当駅を快速停車駅に変更した上で、 朝のラッシュ時は、和歌山、泉砂川発の区間快速を、大鳥駅折り返しの快速に8両編成を、充当させて、混雑緩和を図ることにした。それに合わせて、当時6両分だったホーム有効長を、天王寺寄りに2両分延長して8両対応とし、自動放送の詳細化と発車表の設置も行われた。高野線で、準急以下のみ停車する駅では最も利用者が多い。 日中以降の北、野田、川内長の方面発着の各駅停車は、上りは、境東駅で、下りは、北野田駅で急行と、緩急接続を行うため、接続は、悪くない。各年度の1日平均乗降、乗車人員数は、下表の通り、大線量古墳の東に位置するが、正面用廃所のある、前方部へは、モズ駅が近い。高野線を挟んで、 駅北側に竹内街道、駅南側に西高野街道が通っている。かつて駅横にショップ南んが存在していた。ロータリーにはバス停とタクシー乗り場がある。ロータリーにはタクシー乗り場のみ。バス停は国道3 1十号沿いにある。北側1番乗り場、北側2番乗り場、南側3番乗り場、南側4番乗り場、駐車区出店。 ありがとうございます。